ロンチャンネルということで、マカロンリーダーの太陽です。こんにちは、こんばんは、おはようございます。というわけで本日はマカロンの夏休みということで、夏休みというほどでもないんですけれども、今日と明日ね、少し心身ともにこの全国ツアー地方遠征で満身創痍なメンバー全員の心身をリフレッシュしようということで、ちょっとねお休み期間を作って、各メンバーのオフの様子をこんな感じで発信できたらなと思いまして、カメラを回しております。はい、というわけでさっきまで晴れてたんですけれども、なんとあいにくの雨模様で、わーい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 、雨がする、雨がする、はい、というわけであいにくの雨模様になってしまいまして、さすが太陽なのに雨男という感じですけれども、今日はねあんまりこうまとまったお休みというかね、一日オフの日が作れなかったので、久々に美容デーということで、今日はねいっぱいちょっと美容にいいことをやっていこうかなと思います。まずねこれから整体に行きます。体をほぐしてもらい、そして、太陽がいつもやっていただいている喉の筋肉をちょっとこう緩めていただく超音波マッサージっていうのがあるんですけど、喉に直接超音波を当てて、喉のね使いすぎた筋肉をちょっと緩めていただくと、これをやってもらうとちょっと喉のこう声の出が良くなるということで、結構僕が発声障害っていう病気になってから、ちょこちょこそのリハビリのトレーナーさんの紹介で通っている整体に行こうと思います。なかなかね整体で超音波当てるっていうのもないんですけど、そういう治療もねあるよってことで、言っていこうかなと思います。その後また今日は美容デーなんでね、いろいろと回るんですけども、またお知らせしていこうかなと思います。それでは整体にレッツラゴーやっていく。はい、というわけで無事に整体が終わりました。はい、全身ねほぐしていただいて、喉もなんかすっきりした感じがします。こちら三軒茶屋鍼灸治療院さんに通っております。ここでね、あの喉の超音波のマッサージ、ほぐすマッサージを受けられるんですけど、なんか喉を使うお仕事をしてる方すごくおすすめですね。全身の筋肉をほぐしてもらった後に喉の超音波当ててもらうと、こう声が出やすくなります。呼吸が深くなりますのでね、すごくおすすめです。太陽は発声障害になってから先生に紹介してもらって、ボイトレのね先生に紹介してもらってここに通ってます。すごくおすすめですが、めちゃめちゃ、マッサージ痛いのですっごい激痛なんですけど、めっちゃほぐれるので、ぜひなんか喉の使うお仕事とかされてる方は行ってみてください。美容針とかもやってるみたいですよ。よろしくお願いします。ではでは、この後は美容室に行きます。レッツ美容デイ、yeah! はい、というわけで原宿に移動してきました。ちょっとまあ時間がカツカツなので、マクドナルドをテイクアウトしました。サクッと食べながら行かないと時間がないので、ちょっとマックをかじりながら次は美容室に行っていきたいと思います。はい、というわけで美容室に行ってきて、こんな感じになりました。いいね、夏っぽくなりましたね。短くバッチグーです。ちょっと今回は次回の撮影前に髪を染めたいので、まだ染めてないんですけど、カットだけかっこよくやっていただきました。はい、というわけで美容デーということなんですが、お次の現場に行く前にちょっとどうしても寄りたかったところがあって、こちらです。でね、明治神宮にやってまいりました。太陽はこの神社とか結構スピリチュアルなパワースポットみたいなところが好きなので、ちょっとね久々にお参りをしてパワーをいただいてから、次ホワイトニングに行きたいと思います。ではお参りに行ってきまーす。はい、というわけで明治神宮の参道でございます。ここはね、何回来てもこの都会の中とは思えない、なんだろう、自然というか異世界な感じ
がすごくして好きなんですよ。朝はこうこのセミの鳴き声がね癒してくれたりとか、なんかねこう疲れた時とか気の迷いがあった時とかは、僕はこの明治神宮に来て一旦リセットするようにしています。結構ね年末年始とか来るとすごい人なんですけど、こんな感じで結構平日とかだったら意外とそこまで人もいないし、マイナスイオンを感じられますので、癒されたい方にはおすすめでございます。それではこの長い長い参道を歩いてお参りしていきたいと思います。はい、というわけでお参りをですねただいましてきました。お参りをしてすがすがしい気持ちになったところで、今日はもう一軒美容でですね歯のホワイトニングに行ってきたいと思います。ちょこちょこ行ってるんですけど、歯が真っ白になるセルフホワイトニングですね。こう液体を塗って光を当てて白くするみたいな感じの施術といいますかをセルフでやっていくという感じで、これから行ってこようかなと思います。だんだんね夕方で涼しくなってきましたね。ではでは行ってまいります。ホワイトニングが無事終了しました。こんな感じで、キラーン、歯が真っ白になりました。こちらですね、ホワイトニングラウンジさん、今は渋谷店に通っております。こんな感じでいつも定期的に歯をきれいにしたり髪を切ったりしております。それはですねこんな感じでね大事なので、これはちょっと雨が降ってきましたね。ではではそんな感じで太陽の美容デーでした。ありがとうございました。明日からも頑張ります。